あの皆さん恋愛大事にしてくださいね。あの、まだ出会ってない人がいるかもしれないですけども、あの、できるだけ、もうオンラインでもオフラインでもいいから、 とにかくいろんな人に会って、もういろんな人とあの付き合ってですね、あの男女問わず友達付き合いも含めですけれども、いろんなお付き合いをして、自分ってこういう人間なんだなっていうことを自分で知ってください。あのね、恋愛含めね、友達同士のコミュニケーションってね、何が面白いかって相手を知ることじゃないんですよ。自分を知ることなんですよ。俺こういうこと言われると腹が立つんだなとか、俺こういうことを言われるとキザなことを言って、あ例えば、まあ、僕の場合ですけど、女の子のに対していいこと言っちゃうんだな、いいかっこしいこと、いこと かっこしいことしちゃうんだなっていうことを自分が知ることが重要なので、だからもうオンラインだろうが、何の話してんだオフラインだろうが、<laughs> いろんな人と関わってあの、自分のことを知ってください。そうすると優しい人間になりますのでね。